皆様、新年明けましておめでとうございます。どんな1月1日をお過ごしでしょうか。私は相変わらずクソみたいなゲームをずっとやっております。今年も皆様に楽しんでいただける動画を作れるようより精進してまいりますので、2024年もどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで改めまして、どうもおはようございます。フジナッツケンでございます。さあ、今日は、アドベンチャーアゲスやっていこうと思いますが、まだねランク15ぐらいのね始まったばっかりのところなので、普通にやってれば1日で1ランクぐらい上がっていくぞみたいな感じなんでね、まだイベントとかもまあちょこちょこやってはいるんですが、とりあえず、通常ステージの方ねガンガン進めていこうと思ってます。はい、ランクが16に上がります。で、ここよ、この宝箱がマジで大事で、このランクが上がった時の宝箱は結構ね、まあ、多分 5% ぐらいの確率でスプリームが出ないですね、スプリームがちょっと出てほしいところなんですけども、まあ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 、さあ、ランクアップ来ました。ランク17ですね。かなり順調なペースで来ております。やっぱね、サクサクレベルが上がるとやっぱ楽しいですね、こういうゲームはね。さあ、頼む。ああ、もう全然全然、もうスプリームが欲しい。さあ、現在深夜1時になりまして、新しいイベントがスタートしました。まあ、2日間イベントだったので、昔ねこういう似たようなゲームやってた時は、2日間イベントとか1日イベント全くなんだろう、もらえるものがしょぼかったのでいらなかったんですけど、今回これランク15まで2日で上げてしまうと1万8000サイエンスもらえるんですよ。サイエンスというか、まあ、EXP ですね。サイエンスがちょっと何か分かんないですけど、まあ、そんだけもらえるんです。終盤のその1万8000でしょぼいんですけど、序盤の1万8000って激烈にでかいんですよ。なのでちょっとね、2日イベントあんまりガチでやり込んだことなかったんですけど、今回ちょっとちゃんとやっていこうかなと思ってます。はい、イベントの最中ですがランクが上がります。さあ、これでランクは18になるんで、まあ、ここでスプリームとか出てくれると超絶ありがたいんですが、どうでしょうか。全然出ねえな。まあまあまあ、ただレベル上がってしまうとさ、こっちにまた手かけんといかんから、イベントが若干おろそかになってしまう説はあるんですけどね。はい、ちょっと、通常ステージ落ち着いたんでイベントの方やっていくんですが、昨日からもう本当に結構ちゃんとやった上でですね、まだランク11なんですが、16まで行くと最後の報酬がもらえるんです。ただね、これマジでカード運ゲーなんですよ。うわー、ね、ネロっていうやつがいて、そのネロがいると全部のものが倍になるんです。なのでそのネロのレベルを上げないと仕方ないんですけど、ネロだけまだレベル1なんですよ。でまあ今ランキングで言うと、まあ、トップ 3.2% なんで、まあまあまあそんなにサボってはないはずなんですが、これ15なんぞとてもいかんぞっていうぐらい、本当にねバカいかつい要求量をこう課せられるんです。だいぶしんどい設定ですね、なんかね。はい、ランクが19に上がるところです。さあ、もうそろそろね、ちょっと本当にスプリームのやつが1枚いるだけで、それこそタコ入道でも出てくれりゃね、同士2倍になるから相当でけえんすけど、さあこの宝箱マジでこれねえ、マジで出えへん。イベント終了まであと10時間なんですけど、もうほぼ無理っすね。ヒエログリフを集めるってやつが今まあ PP まで作れるんですけど、必要なの SS なんですよ。 OPQRS だから3段階上げんといかんのですよ。もう無理ですよ。で、大聖堂もこんな数字でしか溜まっていかんのに 3M 必要なんで、もう多分ここまでですね。そうね、だからまあ頑張ってここら辺処理したとして、13クリアまで10時間ありゃいけるかどうかぐらいの感じかな。
はい、2日間イベントは無事に終了いたしました。現在のところそのランクで言うと 3.8%、 まあ上位 3.8% には入りましたよと。で13まではクリアできたので 12% の確率でこの宝箱は、スプリームが出ます。つまり確定で出ます。ということで開けていきたいと思います。クリスタル宝箱、まあね、本来はサイエンス、めちゃくちゃ欲しかったんですけど、まあ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 いいでしょう。スプリームが出れば、まあそこは目つぶりますよ。なのでクリスタル宝箱までいけたん でこれもランクアップと一緒の確率で出るから、で出る可能性はあるのよ。次かカモーン。いやいい、まあ、結局こっちの 12% こっちが本命、こっちで出てくれれば何も問題ない。さあ頼むぜ。4、5、6で7がむ、あお違う、紫カラーの、せーの、ダンダー。なんかまあまあまあいいか、このレジェンダリー2枚ニューが出たのはでかいわ。まあ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 よかった、イベント頑張ったな。まあ多少報われた。うん、でここからも出る可能性ゼロではないからね。まあほぼゼロなんだけど、ほぼゼロなんだけど、まあゼロですね。うん、まあ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 、でもいい、頑張った。うん、あほんで次のイベントがもう予告出てますね。クリスタル宝箱が1個、 2000EXP はでかい、 XP かこれ、2万、クリスタルはいらんけど2万 XP 超欲しいな。あーこれ何日だろう、20まであるから4日かな。はい、節目に到着しました。ランク20に上がります。さあここいらでちょっとマジで赤いカード出てこんかな。そろそろ出てもいいとは思うんだけど出ないね。もうさあここからレベルが上がった後の様子を5倍速でお届けいたします。もうレベルが上がるたびにですね、毎回1からスタートになるので、ただまあカードのレベルだけはそのままなので、倍率補正とかもかかっててね、ちょっとずつこう便利にはなっていくんですが、この筆をアンロックするのにも時間がかかるし、この筆から横の歯車までね、だいたいノンストップというかその日のうちにアンロックできるようにはなってきたんですが、それでもやっぱ結構待たないといけないですよね。なのでなんか別のゲームやっててもランクが上がるとこれを絶対にやらないといけないというね、呪いにかかっておりますので、あの別のね通常動画のやつなんか収録しててもこれのレベルが上がったらこの作業を一回ちゃんとやりきるまで別のことができないんです、っていう呪いを紹介させていただきました。はい、ランクは21に上がるところです。そろそろね、まだここの宝箱からスプリーム出てないんで、まあ、もしかしたら出ない可能性はあるんですが、多分出ると思うんだよね、僕の仕様を知ってるか。あー出ねー。はい、ランク22になります。さあ赤いカードだけがね、ちょっと出てほしいと思ってますが、ただまあカードの種類もだいぶ増えてはきたので、これあまあまあまあ出ねえけどもういい。そして今イベントを結構ちゃんとやってるつもりではいるんですけども、多分ねアゲスのイベント、あのきっちりです。あの要求量がちょっとバカになっちゃってる感じがありますかね。なんか普通にやってりゃ最高ランクの2つ下ぐらいまではなんかいけるイメージなんですけど、もう12の時点で、今ランク12なんですけど、12の時点で、あのもうすでに、あれこれちょっともう待つしかなくないっていう、時間かけて粘りゃいけるなという感じがないんですよね。なかなかになんかあの、数字設定が下手っていう感じが正直してます今。結局イベントランク17までしか行けませんでした。なのでスプリームが出ることもないので、これ全部バッサリカットします。はい、ランクが23に上がります。そろそろマジでスプリーム出てもおかしくないぐらいのタイミングだと僕は思ってますよ。頼むキャバ。さあ、今夜から始まるやつはまた2日間か。これ結構2日イベントやるんだな。ただこれクリスタルとやっぱ18000でけえよな。
そマジマジガチモードでいくか。慢性的に XP 足りてないんですけど、結構ね XP さえあればレベルはだいぶ上がっていくのよ。うん、これ上げるのだけで4000かかるしね。だから1万8000って相当できるんですよね今は。はい、ランクが26に上がります。もう正直ここはいい。もうこんなもん出えへん。おお、プレスリーアルフですね。プレスリーのあだ名アルフなんですけど、いいのおるやん。よし、さあ、ちょっとイベントめちゃくちゃマジで頑張りまして、カンストしました。ただまだ今すぐ開けるとこの時間がもったいないので、ちょっと安定期に入るまである程度ちょっと育ててから、宝箱開けたいと思います。じゃあいきます。トップ 1% に入りまして、全部マックスまで行きました。なので1万8000確定ですし、13のところで 12% の確率で、スプリームが出ます。もう 12% もこれ2回目なんでね、2回目の 12% なんかもう 100% ですよ。でこの宝箱からももう、うん、全然出んし、出んからここで出ないとおかしい、出ないとおかしいよ。もう 12% 2回やって出ないことはないから、ないからそういうの。次紫かな、違う、次は紫。あー、カラーのキャブーン。あー、もうスプリームちょうだー。ショートスタック先生しかまだいないのよ。意味がないのよショートスタック先生では。なんか間違えてここで出ない、出ても、あー、じゃがいもだとね無課金でも確定で1枚もらえたんですが、まだ 12% 宝箱しかこのゲームではもらえません。ただもう 12% 宝箱開けるのももう3回目なので、そろそろ出ないとおかしいだろうとは思ってるんですが、紫からのそろそろ来い。いや違う、もうお前の場合は当たらないんだよ。もうほっほっほっほー、チャールズ・ダーウィン。いやー、メガトロンです。これメガトロンゲットしたから必要素材が10分の1になりますね。これ熱いっすね。あー、ここで出るか。ただまあ熱い、ショートスタック先生とメガトロンが今いる状態になりましたんで、これで通常ステージは結構早めに進むぞっていう感じですかね。はい、ランクが31に上がるところになりました。まあ今月はここまでかな。はい、つうことでここで奇跡的に出ねえかな、スプリームが。タコ入道とか出ても全然いいけどね。はい、出ませんでした。ということでございまして、またねこのゲームを、まあ、どこランク何が簡素かわからないですけれども、完走するまで、しっかりやり込んでね、最後まで行くと、どうなるのか、ね、それを皆さんにお届けしようと思っておりますので、今年1年、他にもいろんな動画出していこうと思っております。今年も1年、改めましてよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。